プロレスリングノア 1.2 有明アリーナチケット好評発売中。レオナが逆にロープを切っていく。さあ、くるっと好転しました。エルボスマッシュ。そしておっと、これはドラゴン式の張り手。そうですね、父 の、 あの藤波辰巳さん譲りですね。お父さんの動きや技も随所に見られます。おっと、カウンター2。まあ、斉藤選手、それをこのレオナも彼なりに消化できればもっと変わるかもしれませんね。そうですね、変わってくると思いますね。さあ、仕草、一つ一つの仕草がどこかお父さんをホーストさせます。おお、これもよっしゃ。膝殺しは藤波辰巳選手の一つのお箱であります。ドロップキックの受けも読んでいる。大和田が抵抗しますが、おレッグブリーカー、さらに流れるような動き、スピニングトーホールド体勢から足音の字を狙います。大和田選手、捕まりたくないですね、これは。さあ、足音の字まだ決まってないので、この状態で、あと、ここで決まった。さあ、ロープにエスケープしました。いや、早めにもがいてね、はい、あの不完全な形だったので、すぐにロープ逃げられましたね。ロープにエスケープしますと技をほどかなくてはいけません。これはがっちり決まりました。これは中央です。足音の逆でフィギュア4レッグロック。あっと、マットを叩きました。大和田がギブアップです。最後は足音の字でレオナが勝利しました。まあ、井上さん、レオナも一つの勝利の形が決まってきましたね。そうですね、あの試合のリズムがスムーズになってきましたし、一度ダメでももう一回行こうっていうね、もうこれで絶対勝ってやるんだっていう、あの気持ちがこもった足音でしたね。松木さん、いかがでしたか。はい、いや、でもお父様がね、あれだけ活躍されてる、なんかいろんなね、プレッシャーとかあると思うんですけど、いや、すごかったですね、レオナ選手。はい、さて、今日のメインイベントはそのレオナのお父さんが登場いたします。親と組んで剣豪新崎人生と師弟コンビ対決を行います。